セルゲイ・アダモビチ・ベルガビノフは、ソビエト連邦の政治家。1899年1月24日、ロシア帝国スモレンスク県ヤールゼボに生まれた。1917年3月から、ボリシェビキ党員となり、翌1918年から1919 19年まで、赤軍に従軍。1919年には、チェイカー議長、ゲリラ司令官、 バーフマチイッチニャグレビオン科学地区の革命委員会議長も歴任し、同年に逮捕されるも脱走した。翌1920年までウクライナ社会主義、ソビエト共和国の革命委員会議長やポルタバ、チェーカー議長を務める。同年には、第一騎兵軍騎兵両団軍人員、コブのチェーカー議長でもあった。1923年まで、キエフ県、 ベルディチェフ軍国家政治保安部部長。同年から翌1924年まで、ウクライナ共産党、ベルディチェフ管区委員会責任初期、同年11月から1927年5月まで、ロシア共産党中央委責任教官同月から1929年まで、全連邦共産党アルハンゲリスク県委責任初期、同年3月14日から8月15日まで、 中央委北部地方組織局責任初期、同月19日から1931年3月27日まで、党北部地方委責任初期及び、第一初期を務める。1930年7月13日から1934年1月26日までは、党中央委員候補でもあった。1931年3月から7月まで、林業会議議長及び、 連邦国民経済最高会議官部会メンバー、同月から1933年3月まで、当局統治法委、第一初期、同月から翌1934年9月まで、南東鉄道支社政治部部長、同月から1937年10月31日まで、連邦人民委員会議附属北極会航路、政治総局局長を務めていた。しかし、 10月31日に逮捕され、12月12日に、デフォルトボ刑務所で医師した。その後、1956年に名誉回復がなされた。ありがとうございます。